夢の旧作煙をはかぬ煙突外はすごい月夜であった玄関の正反対側から突き出ている煙突の上で月がぐんぐんと西に流れていた庭の木立の間の暗いジメジメした土の上を 手探りで歩いていくうちにびっしょりと汗をかいた雲の巣が二三度顔にまつわりついたのには文字どおり平行した道を間違えたらしかったがそれでも裏門に出ることは出たくぐり戸から首だけ出した誰もいない深夜の大久保の裏通りを見回した 今一度黒い煙突の影を振り返ると急ぎ足で横丁にそれた東京市内の地理と警察網に精通している新聞記者の私であった誰にも発見されずに深夜の大久保を抜け出して新宿の遊郭街に出るのは造さないことであったそこで私は、 ぐでんぐでんに酔っ払ったふりをしながらもうろうタクシーを拾い直してきて駿河台の坂を勝ちで上がって午前4時きっかりにお茶の水のグリーンアパートに帰りついたこのアパートは最新式の設備でぜいたくな暖房装置がある出入りは無論自由になっていたそれでも私は最新の注意をして 音を立てないように3階の一番奥の自分の部屋に忍び込んで内部からそっと情を下ろした部屋の中央のデスクには受話器を外した卓上電話機と昨夜の11時近くまで書いていた日曜付録の原稿が散らばっていたつけっぱなしの百色稿に照らされた陰気の文字がまだ青々していた その原稿の上に内ポケットから取り出した裸のままの千円の札束を投げ出したそれからすっぱだかになって街套や服は元よりワイシャツからサルマタまで検査したどこにも異常のないことを確かめてから元の通りに着直した少々寒かった寝台の足にかけたフランネルの切れで 靴を磨き上げた。自動車のマットで念入りに拭い上げておいたものではあったが部屋の隅の洗面器で音を立てないように手を洗った立てても差し支えないとは思ったが最後に私は椅子の上に置いた帽子を取り上げて丁寧にブラシをかけた細かい雲の糸が みすじついていたから特に注意してつまみのけたブラシにねばりついたのと一緒に指先で丸めて洗面器のパイプに流し込んだそのまま部屋の隅の帽子かけにかけようとしたがそのついでになんの気もなく内側をのぞいてみるとギョッとしたヤニスカと刻印した空色のマークの横に 黒と金色のだんだらになった細長い生物がしっかりとしがみついているのみならずその右の前足の一本だけを伸ばしてそろそろと動かしかけているようであるオジョローグモだあの南道家の木立の中におったやつがくっついたままここまで来たのだ 私が伝統の下で掃除をする時に持って生まれた習性で暗い方へ暗い方へと逃げ回って巧みに私の目を逃れながらこんなところに落ち着いたのであろう何道未亡人の執念私はふっとおかしくなった少々戦地になったかなと思いながらそっと窓を開けた 帽子を打ちっって逃がして逃しやった。後に糸が残っていないのを見定めてから頭の上に乗せた何がなしにほっとした「南道伯爵未亡人の死と私とを結びつけて考えるものは今逃がしてやった一匹のオジョロウ以外に絶無である」。 心臓に探検を刺された死体が、私の名前を叫び立てでもしない限り私はこの原稿を書き上げ次第雑誌社にいる友人に郵送するつもりである同時に新聞社へ宛てて神経衰弱がひどくなったようだから1か月ばかり静養してくるという意味の届けを出して警視庁の手の届かない 遠いところへ飛ぶつもりでいるのだから万に一つも捕まる心配はないしかし用心だけはどこまでもしておくのが私の癖だこの原稿を受け取った私の友人はいつもの通り内容をろくに見ないまま文線工場へ回すに違いない締め切りを突破した予告原稿だから そこでこの原稿はバラバラになって職工の手に渡る印刷されてもわかる気遣いはない製本されてまとまった文章になって蒸気とガソリンの速力で全国の読者に配布されても地名や人名はかなになっているし見出しに含まれている暗示もよほど注意深く新聞を読んでいる人かまたは実地を調査した係官の中でも かなり職務に忠実な人間でなければわからないようにしておいただからこれがあの事件の真相だと気づかれるのはどんなに早くとも23週間の後だろうその間に完全な失踪ができないくらいの私なら捕まっても文句はないだろう私のこうした行動がこの場合 唯一の自白でありかつ手がかりであることを私は知りすぎるくらい知っているにもかかわらずどうしてこんな大胆なむしろバカな行動をとったかその理由はただ一つ事件の真相をどこまでも真実の形で認めてもらいたいからだ 何度を伯爵未亡人との約束を果たしたいからだ私は捕まり次第恐喝殺人の罪に問われるに決まっているうっかりすると暴殺か強盗の角で首を絞められるかもしれない恐れが十分にあるそんなにまで恐ろしい事件にたった一人で触れてきたのだ私が全ての生命に対して 特別にデリケートな人間であることを証明しうる者がどこにいよう私は現代社会の堕落層に住む寄生虫である卑怯者と呼ばれても悪党と罵られてもびくともしないであろう一種の冒険を特に金というものに対して試み続けてきた人間である言わんや今度という今度ばかりは 思いがけない機会から非常に世間のためになる被害者自身でさえも感謝しているであろう痛快な仕事を果たしてやったつもりでいる6000円くらいの報酬では足りないと思っているくらいだ私はこれからあともこの意味で世間へ挑戦してやろうと考えているこの事件を記録した一冊のノートと 6000円を資本にして身に覚えのある堕落資本家書士を警戒するがいい外はもう明るくなってきたようだここらで一服してみよう私は今朝の0時半きっかりに南藤伯爵未亡人をその自宅に訪問した無論 それは尋常一様の訪問ではなかった手早く言えば恐喝の目的であった私は日本屈指の大新聞「東都日報」の外交部に勤めるから本郷西片町の小さな活版屋で「家庭集報」という4ページを毎日曜ごとに発行していたその大部分は料理裁縫 手芸謎の切り抜き記事で上流婦人や女優の消息芝居展覧会などの報道を申し訳だけに掲載していたが本来の目的は1ヶ月に1度くらいずつ女学校や上流家庭の内幕をすっぱ抜いてその新聞全部を高く売りつけるのであった無論売りつける新聞紙は別にすらしていたから 警察に,にらまれるようななヘマは一度もしなかった。ところがこの頃になってその恐喝が著しく効いてきた近頃の大新聞が上流社会のスキャンダルを昔のように書かなくなったせいらしいしまいには原稿だけ最近には単に口先でちょっと耳を拭いただけで500や1,000の金にはありつけるようになった。 資本主義末期の社会層には不景気に反逆する上流社会の堕落霊がおびただしいものだだから私はちっとも金に困らなかったそうして金をつかめばつかむほどそうした堕落層の裏面に深入りしていった女優を買う女男優を買う男の名前なは一人残らず知っていた 何度を伯爵未亡人はその優なるものであった巨万の財産を施蔵して陳書画の収集に没頭していた故伯爵が45年前に肺病で死ぬと間もなく未亡人は旧邸宅の大部分を取り壊して貸し家を建てて元銀行員の差配を置いた自身は わずかに残した庭園の片隅の図書館に粗末な赤レンガの煙突を取り付けて住み込んで通勤の家政婦を一人置いていた未亡人の美しさがみるみる年月を逆行し始めたのはその頃からのことであったもう四十に近い乳桜とは夢にも思えない豊満な遠隷な姿を 婦人将風会の椅子に添えて弁舌と文章に盤上の気を吐き始めた彼女は素晴らしい基地と魅力の持ち主であった物質的にも精神的にも決して敵を作らなかった子供のいない残生を公共の仕事に使い尽くす覚悟だと言いふらしていた幼稚園や小学校に行って子供を愛舞するのが 何よりの楽しみだとも言った。また実際彼女はそんなふうに見えた彼女の事業に共鳴し彼女の仕事のために奔走する紳士淑女が彼女の周囲に運衆した彼女の事業を援助する興行者は必ず大入り満員を占めた新聞や雑誌は争うて彼女の写真や言葉や 文章を載せた彼女の見事な筆跡で書いた半節や色紙短冊が飛ぶように地方へ売れた天下は彼女のために魅了されたと言ってもよかった世間の評判以上の隠れた評判を彼女は保有していたその中に私だけがたった一人 彼女に幻惑されなかったある不思議な動機からできるだけ彼女に遠ざかりながらできる限り真剣になって彼女の裏面を探り回っていたその不思議な動機というのは難藤家の図書館に新しく取り付けられている煙突であった事実私が南藤伯爵未亡人の素行調査に あんななににまで夢中になり始めた。そのそもそもの動機というのはあの粗末な赤レンガの煙突にほかならなかったのだ大久保百人町付近の人は知っているであろう昔風の鉄病を打ち並べた堂々たるヒノキ造りの難堂家の正門内には粗末な米末の貸家がごちゃごちゃと立ち並んでいて昔の跡形もなくなっていることを 同時にその裏手へ回ってみると、正反対に同家の由緒を語るこんもりした松子たちや名の実菓子椿桜謎の金光林の一部が高い黒土塀とがっちりしたケヤキ作りのくぐり門に囲まれて正門内の菓子家ともまたは付近の住宅ともかけ離れた別世界を形作りつつ 昔ながらに取り残されていることをところでその杉子たちの中にぽつねんと立っている南道家の図書館というのは5軒に4軒ぐらいの2階建ての鉄筋コンクリートに茶褐色のタイル張りで上等のスレート屋根の下に緑色に塗った鉄のブラインドが並んでいる全体が耐震耐火のルネッサンスまがいという 紅白爵の凝り性と用心深さを遺憾なく発揮したものであったところが伯爵の死後玄関と正反対の位置に新たに取り付けられた煙突というのは普通の赤レンガを真四角に積み上げたでっかい不格好なものであったリファインされた図書館のスタイルとは全然調和しないばかりでなく その周りを取り囲むこんもりした杉子たちの風柱までもぶち壊してしまっていたまるでどこかの火葬場といった感じであった私はずっと前からこの煙突の正体を怪しんでいたというのはこの煙突ができてからひと冬越した翌年の春になっても 煙を吐いた形跡がなかったからであったこの事実を初めて発見した時にはさすがの私も首をひねらせられた往来の真ん中に突っ立ったまましばらくの間ぼうぜんとその煙突の絶頂の飛来心を見上げていたその飛来心の上を横切るうろこ雲を 凝視していたた。ものであったしかしわからないものはいくら空へ考えてもわからなかった図書館にはずっと以前から昼間の動力船とガスが引いてあった同時に石炭やコークスのクズが付近に散らばっていた形跡はみじんもなかったばかりでなくそんな商人が出入りした事実も 未だかかつて発見されなかったにもかかわらず石炭を焚く以外には必要のなさそうな赤レンガの煙突を何のために取り付けたものであろうストーブの息抜きならば立派な化粧レンガと対のものが玄関に向かって右手の部屋の壁にちゃんとついているまた普通の意味の通気つつならばもっと手軽い品のいい 理想的なもものがいくらでもある台所も電気とガスだけで片付いているに違いないのに何の目的でこんな殺風景なものを追っ立てたのであろう謎と考えれば考えるほど私は不思議でたまらなくなってきた一度室内に忍び込んで様子を見てやろうかと思ったことも何度あるかわからなかった。 ところがまた、そのうちに1年も経ってその煙突に火の気が通らない証拠になんとか夕うの大きいつる草が根元の方からぐんぐんはいのぼり始めたそのつる草は麹町区内の C 国公使館の壁を包んでいるのと同じ外国種の見事なものであったが成長がバカに早いらしく二夏ばかり過ごすうちに 絶頂の飛来心のところまで巻き上がってしまってふさふさと垂れ下がるくらいになったするとまたそれにつれてスレート屋根の上にタンポポだのペンペン草サだのがチラチラと生え始めた緑色の鉄のブラインドには赤さびが吹き始めたそれにつれて煙突を上り詰めたつる草が今度は 横に手を伸ばし始めて2年も経つうちにはほとんど図書館の半分以上を包んでしまったその上にお庭の木立ちにも植木屋の手が入らなくなったらしい枯れ枝がぶら下がったり杉の木が傾いたりしてだんだんと廃墟じみた感じを表し始めた今まで不調和であった煙突が今度は正反対に 建物や木立とよく釣り合ってきた一種のエキゾチックな風刺をさえ表すようになってきたあたかもその主人公の心理状態のあるものを自然に象徴しているかのようにそんな光景を見過ごしてくるうちに私はいつの間にか煙突の不思議を忘れてしまっていた 煙の出ないのが当然のことのように思い込んでしまって煙突とは全然無関係としか思えない他のネタを探ることばかりに没頭していた思えばこれも不思議な心理作用ではあったがしかも私の頭が一旦煙突の問題を離れると彼女の裏面の秘密に関する私の調査がぐんぐん進捗し始めたのは 重重ね重ねの不思議であった私は彼女がわざわざ遠方から大久保の自邸に呼び寄せているタキシーの番号をいちいちノートに控えたその番号から運転手の名前を探り出して鼻薬を使いながら未亡人の行く先を訪ねてみると私の着眼がいちいち的中していることが裏書きされてきたのみならず まだ私の知らない意外なところにあるスキャンダルのルツボまでも発見することができたそんな場所は普通の記者や探偵の目が届かない高い奥深いところに隠れているのであったがそんな方面の秘密に手づるの多い私にとってはかえって便利であったばかりでなくそんなルツボの中で彼女と溶け合いに来る紳士たちは皆 別に探索する必要を認めないくらい世間に知れ渡っている顔であることを発見したバカバカしい話であるが私は今まさらのように東京の広さに呆れさせられたそこで私は潮時を見計らって南道家に出入りしているたった一人の家政婦の自宅を突き止めた膝詰めで買収にかかってみた その家政婦の自宅と名前はかわいそうな筋合いがあるからここには書かないが「バツバツ戦争で死んだ有志の未亡人であることは間違いない」「そのくせに気の弱い中馬場さんで一人娘の嫁入り先に迷惑をかけたくなかったから」とかなんとか涙まじりにくどくどと言い訳をしながら 大久保の自定における未亡人の乱行とその時刻とそれから相手を女装して連れ込むその奇妙巧妙を極めた方法等を相手の種類と名前があらかた見当がつく程度にまで詳細にわたって白状したのは私にとっての大収穫であった。しかし。か まだ何かしししらら重大な秘密を隠しているらしいる恐怖心がその態度や口ぶりに見えすいていたのでもう一度その自宅を訪問してネタを叩き上げるべく心構えをしていると意外にもその家政婦が突然に行方をくらましてしまったきちんと家賃の払いを済ましてどこかへ引っ越したものらしく大久保の南道家へもぱったりと出入りしなくなった その代わりに若い無邪気な小娘がやはり昼間だけ通勤で難道家へ通うようになったこれは確かに私の不注意であった重要な手がかりを探す手がかりが全く耐えたせめてその一人娘の嫁入り先だけでも聞いておくところであったがしかし一方に伯爵未亡人が案外に手強いらしいのにも驚いた これはもう少し様子を見てしっかりしたところを押さえてから火蓋を切った方が有効かつ安全と思ったのでそれからしばらくの間躊躇するともなく躊躇していたところがあの家政婦の行方不明をきっかけにして忘れていた煙突問題がまたもや生き生きと私の頭によみがえってきたから不思議であったそれは 私の第六感というものよりももっと鋭敏なある神経の判断作用らしく感じられた無論あの煙突が伯爵の死後に寄稿されたこともこうした判断を有力に裏書きしているにはいたがしかしこの秘密を具体的に探り出すにはなかなか容易な仕事でないことが最初からわかりきっていた探りを入れるにしても お,およその見当をつけとけらのことにしなななればならないと考えたがそのあらかたの見当がなかなかつかなかった伯爵家の不動産が担保に入りかけているという事実を意外な方面からちらりと聞き出したのはそのころのことであったその話を聞かせてくれたのは C 国公師のグラクス君であったがそう聞いた瞬間に 「これは捨てておけないぞ」と私は思った「まごまごしているうちにカスを絞らせられるようなことになってはたまらぬ」と気がついたのですぐに一通の義室匿名の手紙を書いて面会の日時を「東都日報」「中央夕館」の2つに広告しろと言ってやったらそのあくる朝まだアパートで寝ているうちに「東都日報から」 という電話がかかった私は慌てて飛び起きて受話器を取り上げたまた事件かと思って本能的に嫌な顔をしながら「おいなんだ?」あのお手紙ありがとうございました今夜の12時半きっかりに自宅の裏門でお目にかかりましょう お分かりりになりまして、「今夜の12時半私のうちの裏門」という未亡人自身の声がしたそしてそれっきり切れてしまった私は身内が引き締まるのを感じた相手は何もかも知っているのだことによると 明日が私の休み日になっていることまでも知っているかもしれないそう思い思い私は十分の準備と警戒をしてこっそりとアパートを出た「何くそ、と冷笑しながら指定されたとおりに裏門のくぐり戸から入るとそこいらのベンチで待っていたらしい 訪問着姿の未亡人が出迎えた無言のまましっかりと私の手を握ったのでまたも緊張させられた私が時間に几帳面なことまで知っているらしいしかし恐るることはない誘惑するつもりならされても構わない要点だけは一歩も譲らないぞと思いながら嫁にも荒れ果てた庭草の間を 手を引かれていくと森影のジメジメした闇の道伝いに杉子立の中の図書館の玄関から引っ張り込まれたそうして明かりも何もつけない短い廊下を通り抜けると正面の真っ暗な部屋の真ん中に立たされたそこで私の手を離した未亡人が部屋の真ん中まで行って伝統のひもをこチンと引っ張った 私はあんまりまぶしいので瞬きをしたがそのうちにこの家が私の最初からの予想どおり名ばかりの図書館であることを確かめた少なくとも私が連れ込まれた部屋は南藤伯爵が生前に寝室にしていたものにういなかったそうして伯爵の死後未亡人が秘密の凶楽場としていたものに そういなかった。ムンムンと群れ帰るガス仕掛けの大暖炉の運気と一緒に早くも彼女の濃厚な化粧と旺盛な肌の匂いが漂い始めていたしかし私は平気であった入り口と正反対側にあるグランドピアノの上に街灯と帽子を置くと黒い薄い婦人用の絹手袋をはめたまま 同じように冷静な彼女と向かい合って椅子に着いた2人は手軽く頭を下げ合って初対面の挨拶をすると同時に申し合わせたようにスピードアップした会話をカミソリで切ったように交換し始めたお互いに双方の顔色の動きに感心し合いながらお電話ありがとうございました。 本当にお手数をかけましてすみませんでしたお手紙はお返しいたしますああ確かにであの新聞の原稿はお持ちになりましてはいすみません原稿と申しましたのは嘘です実は僕の頭の中にあるんです原稿にして差し上げたって同じことだと思いましたからまあでは あのの以外にまだご存じなですかこの間本国へ帰任した C 国公使とあなたとのご関係以外にですかええそう余計にも存じませんがね大変に失礼ですけど故伯爵とお別れになった後のあなたは非常に皮肉なご生活をお始めになったようですね婦人将婦会長になって日本中の婦人の同型を ご一心にお集めになる一面にはあらゆる方法であらゆる紳士型の裏面をご研究になったのですからねもっともあなたが研究の対象としてお選びになった方々の全部はそうした紳士道を心得ている外国人や秘密行動に慣れた危険紳士に限られておりましたのでそんなご研究の内容が今日まで一度も外へ漏れなかったわけですがね実は あなたのご聡明に敬服しているのですが <laughs> あなたのおっしゃる資本主義末期の女でしょうよですけどよくお調べになりましたので私は相手が意外に早く兜を脱いでくれたので内心ホッとさせられた同時にこうした仕事に対する私の顔の効き目を辞任しないわけにはいかなかった 僕はその末期資本主義社会の規制中ですからねまあでもお話とおっしゃるのはそれだけでしょうかもっと買っていただけるでしょうかええ何ほどでもちびりちびりだとかえってご面倒じゃないでしょうかごもっともですでは全部まとめましておいくらくらい あなたの新聞をやめていただくくらいははは、<laughs> ご存知でしたかそれじゃあ少しおまけしておきましょうえーとただいま257号を2000部ほど吸っているところですから全部買収していただくとなれば1万ぐらいお願いしなければならないのです私としては 毎月200円くらいの収入がなくなるわけですからねしかし何もかもご存知のことですからずっとおまけしまして半額の5000円ぐらいではいかがでしょうかそれでおよろしいのですの結構です未亡人はテーブルの下からハンドバッグを取り出して札を勘定し始めたそれを見ながら 私は案を立てていた。新しい名前で第1号から新聞を発行するには1,000円もあればたくさんだ。今度は学芸新聞を創刊してインチキ病院やインチキ工業をいじめてやるかなそれとも全然貸しを変えて最新式の安アパートでも始めながら現行生活を続けてやろうかな謎と。 そのうちに未亡人は札を数え終わった。あの、6200円ばかりございます。明日がつきまして失礼ですけど、用意しておいたのですから。それは、多すぎます。いいえ。あの、失礼ですけど、私の寸死でございますから。ありがとう存じます。お約束は。 固く守ります。私は思わず頭を下げさせられた今更に伯爵未亡人の名声が広大な理由を認めないわけにいかなかったしかもこんな場合本能的にそうした気前を見せる相手の心理状態に是非とも深いらずにはおかぬ習慣を持っている私の頭がこの時に限って麻痺したようになっていたのは なぜであったろうか自分でも気づかないうちに未亡人の魔力に毒されていたのであろうかそれとも相手の頭の良さに参っていたのであろうか千円やそこらのおまけにぼーっとなるような私ではなかったがさもあらばあれ大小を取り混ぜた分厚い札束を いい加減に二分して左右の内ポケットに突っ込んだ私は少しくつろいだ気分になった勧められる間に間に細巻きの金口を取って火をつけたこの際私に危害を加えるようなヘマな相手でないことがはっきりと直感されたからその間に未亡人は紅茶を入れてきたそして 自分も細巻きを取り上げたではあのお伺いできますかしら今のお話とおっしゃるのをああお話ししましょうこれはおまけですがねおまけの方が大きいかもしれませんが <laughs> すみませんねどうぞ今申しました あなたと古いお知り合いの C 国講師のグラクス君がついこの間面白いものを見せてくれたのですいわばあなたのご不運なんですがね私の不運そうですあなたはグラクス君が世界でも有名なミステリーハンターということをご存じなかったでしょうねえそのグラクス君が 僕に素晴らしいネタをくれたのです。僕がある珍しいクラブに紹介してやったのでそのお礼の意味で提供してくれたんですがね大い当たりになりませんかさあそれだけではねちょっとそうですかそれじゃあもう少しお話ししてみましょうつまりグラクスの話によりますと あなたのような深刻な趣味を持った婦人はどこの国にも一人や二人はいるはずだって言うんですそしてその趣味が深刻化していく経路がみな似ているって言うんですもちろんその中でもあなたは最も著しい特徴を持った方でしかも今ではそうした良奇趣味の最後の段階にまで降りてきていられる グラクス君が言うのです「最後の段階って?」そうです「その証拠はこれだ」と言ってグラクスが見せてくれましたのは白紙に包んだ一つ紙の爪だったのです爪そうなんですいろんな格好をした少年の爪の切りくずなんです 三人分もありましたろうかお分かりになりませんかまあそんなものが私と何の関係がそういううちに未亡人はなんとなく気味悪そうな表情になったわざと指輪をはめないで化粧をだけした両手の指をこれ見よがしにテーブルの上に並べながらうっとりと遠いところに目をやった 私はその視線を追っかけた冷ややかに笑いながらそんなに白をおきりになっちゃ困りますね未亡人は私の顔を静止した私何も知らばくれてはおりませんがそれじゃあ僕から説明してあげましょうかこれでもあなたぐらいの程度には苦労しているつもりですからね じゃの道は蛇ですよ。と叱咤するような口調で言ってみた実はその爪のくずが何を意味するものなのかこの時まで全然わからなかったのだからすると果たして反応があった私の顔を穴の枠ほど見つめていた未亡人のほうにみるみるポーっと赤がさして 目がこの上もなく美しくキラキラと輝き始めた「わ <laughs> かりましたわあの家政婦からお聞きになったのでしょう説明なさらなくともいいのよ白状してあげるから待ってらっしゃい」「未亡人の言葉つきが急に存在になった」「同時に椅子に腰をかけたまま左手をずーっと白く差し伸ばして」 背後の書物棚から青い液体を満たした酒瓶とグラスを取り出した。あなたお一つどう <laughs> おいや。では私だけいただくわ。失礼ですけど、まだ私の気心がお分かりにならないんですからね。仕方がないわ。よござんすか。よく聞いてちょうだいよ。 みみるみる雄弁になった未亡人は深いグラスに注いだ青い液体をゴクゴクと飲み干したふうっと長い息を吐くと猛烈な緑色の紅旗が私の顔を打ったしかし私は瞬き一つしないまま未亡人の顔を凝視したにわかに変わってきたその態度を通じて告白の内容を予想しながら まったく、あなたのお察しの通りなのよ。私は、私の手にかけた少年たちの爪を取り集めて、向こうの机の引き出しにしまっといたのよ。西洋の貴婦人たちが合い引きの時にお守りにするそうですからね。その包みの中のどれか一つを、グラクスさんが私の寝ている間に盗んでいったのでしょ。う。私との関係が切れないようにね。 <laughs> 彼女はまたもふーっと青臭い息を私にまともに吹きかけた私は硬くなってドキンドキンと胸を躍らせながら私主人と別れたからこっちというもの時々たまらない憂鬱に襲われることがあるのあれが私のヒステリーっていうものかもしれないけどそのたんびに私 よく断装して方々の活動を見に行ったんですよハンチングをかぶってロイドの色眼鏡をかけてニカボカを着るとまるで人相が変わるんですからね帝劇のトー披露会で、ね、あなたとすれ違ったこともあるわご存じなかったでしょう私は正直にうなずいたねそしして、チンピラらしい、 顔立ちのいい子どもを往来で見つけるとお湯に入れて頭を枯らして着物を着せてここへ連れてくるのが楽しみで楽しみでしようがなくなったのもっとも最初のうちは爪だけもらうつもりで連れてきたんですけどねそのうちに子どものほうからつきまとって離れなくなってしまうもんですから困ってしまってカルモチンを飲ましてやったのです そして地下室の古井戸の中からいいところへ旅立たしてやったんですここの地下室の古井戸はずいぶん深い上にぴっちりと蓋ができるようになっていて息抜きがあの高い煙突の中へ抜け通っているんです私が設計したんですからね誰にもわからないんですの。 でもあなたにはとう随と分う、ね、<laughs> 前からのことですからかなりの人数になるでしょうご存じの家政婦も入れてね <laughs> <laughs> 私はみるみる血の気を失っていく自分自身を自覚したたまらない興奮と恐怖のために全身びっしょりと汗を流しながら 身動ききつできずにいた。これに反して相手は一語一語ごとにその美しさを倍化していったそして話し終わりながらいかにも誇らしげに立ち上がるとベッドのクッションの間に白い両手を突っ込んで探り回していたがそのうちに一冊の巨大なドンス張りのガチョウを ズズルルと引っ張り出した。重たそうに両手で引っかかえてきて石のように硬くなっている私の膝の上にそっと置いて手図から拍子を繰り広げてみせた私は正直に白状する重たいガチョウを乗せると同時に両方の膝頭がガクガクとおののいているのに気がついたガチョウを開こうとすると 指がわらないて自由にならなかった話にしか聞いたことのない恐ろしい変態殺人鬼が現在たった今目の前にいることをやっと意識し始めてその殺人鬼に誘惑されながらどうすることもできなくなっている自分自身を発見して未亡人は そうした私のそばに突っ立ったまま、えんぜんと見下していた。私の育児なさを冷笑するかのように、私を圧迫して、絶対の服従を命ずるかのように。私は、そうした容器に包まれながら、わななく指で左右の手袋のボタンをしっかりとかけ直していたように思う。なぜともなしに。そうして、 画帳を,を恐る恐る繰り広げていたように思うそれは歴史画の巨匠梅沢京才が筆を振るった「陰中可決、暴虐の図集」であった「品風の美人美少女美少年があらゆる残忍国裂な刑に処せられて鞭打たれ絞め殺されあぶられ」 焼かかれ、煮られ、れ、ら引き裂かれまたは猛獣の餌食に与えられていく清掃印山を極めた場面の極色彩密蛾であったその一枚一枚ごとに息苦しくなっていくようなそれでいて次のページを開かずにはいられないようなホホホ感心が吸って 私にそうした趣味を教えてくれたのはこのガチョウなんですよもっとはっきり言うと亡くなった主人なのよ主人は亡くなりがけに自分が生きている間中許さなかった女の楽しみをすっかり私に許していったんですそんなにまで主人は私を愛していたんですのですから私は そんな遊戯のまねをこの部屋でするたんびに主人の霊魂がどこからか見守っていて微笑してくれているような気がしてならないのよ。と私はうなった同時に私の頭の中に高く高く積み重なっていたガラス機の山が

がちょうの上に突っ伏したそれから私がどんなことをしたか順序を立てて書くことができない頭がグラグラするほど酔っていたことを記憶している何でもかんでも未亡人の言うとおりになっていたことを記憶しているそのうちにただ一つ 酔っ払い式の硬い地を張って左右の手にはめた黒い手袋をどうしても脱がなかったので未亡人から臆病者とかなんとか言って散々に冷やかされていたことも忘れていないしかし最後にとうとうその手袋を脱がされたそして見るからに外国製らしい銀色の十字型の担当を夫人から渡されるとそのさえ切った刃先を 頭の上のシャンデリアに向けながら大笑いした自分の声を今でもはっきりと記憶している <laughs> <laughs> これでで自殺しろというんですか私は部屋の中央に突っ立ったまま何度も何度も舌なめずりをしていた。そのだらしない姿が ベッドの上に寝そべっている婦人の姿と重なり合って部屋の奥の大鏡にありありと映っていたそうじゃないのよ私を殺してちょうだいっていうのよふハハ死にたいんですかええ死にたいのどうして だって私は破産しているんですものへえ本当ですかあなたにあげたのが私の最後の財産よ今夜が私の楽しみのおしまいよ嘘、嘘ばっかり嘘なもんですか私は 一番おしまいにあなたの手にかかって殺されるつもりでいたのよそして私の秘密を洗いざらいあなたの筆にかけていただいて私の罪深い生涯を弔っていただこうと思ってそればっかりを楽しみにしていたのよ<笑><笑>いいえ 真剣なのよ、あなたの手がもう私の肩にかかってくるかくるかと思って待ち焦がれていたんですよ、うん、私は担当を片手に掲げたまま首をがっくりとかたむけた理屈を考えよう考えようとしたが 自分の両足の下の藍色のじゅうたんとその上に散乱した料理や皿の平面が前後左右にゆらりゆらりと傾き回るばっかりでどうしても考えをまとめることができなかった私は鏡の中の自分の姿をまぶしいシャンデリア越しに振り返ってみた真っ白く酔いしれた顔が 大口をいいて笑ってった。あ「<laughs> よし殺してやろう!」といううちに私は探検を逆手に振りかざしながらベッドの上に行がしている未亡人のほうへよろめきかかっていった。